マンション管理 IoT 化サービスモバカン。モバカンはインターネットを活用し、インターホンやスマートフォンと連携する管理サポートサービスです。モバカンならマンション管理会社様の効率的なマンション管理を実現し、住民の皆様には暮らしをもっと便利で快適にするサービスを提供することができます。モバカンのサービスメニューはご覧の3つ。まずは掲示板書庫サービスからご説明します。管理員やフロントマンが掲示板に貼り出している掲示物や連絡、移動時間や紙のコスト、もっと減らしたいですよね。住民の皆さんもどれくらい見ているのか分かりません。モバカンなら掲示物や議事録をデータ配信できるので、インターホンやスマートフォンを掲示板として活用でき、住民の皆さんがどれくらい閲覧したかも確認することができます。住民の皆さんはインターホンから二次元バーコードをスマートフォンで読み取るか、スマートフォンの LINE ミニアプリから家でも外出先でもいつでも掲示物の内容を確認することができます。総会など出席者の数が多く、出欠確認や日程を調整するのが大変な時ありませんか？モバカンなら出欠確認もインターホンやスマートフォンで行うことが可能です。総会の出欠やその他の簡単なアンケートなど、内容に応じたアンケートを作成・配信ができ、集計も行うことができます。続いては申請窓口サービスです。マンション内にある集会所など共用施設を借りる時の申請では、管理員室に直接行って申し込み用紙に記入するのが面倒、管理員の駐在時間に左右されるから不便という声もあるのではないでしょうか。モバカンなら共用部の予約申請をインターホンまたは LINE ミニアプリで対応。これなら住民の皆さんは管理員の駐在時間を気にすることなく、非対面で24時間いつでも好きな時間に申請が可能です。また管理会社様は共用施設の利用履歴をモバカンから確認できますので、管理の手間を削減できます。最後は清掃・点検対応サービスです。マンションに出入りするサービス業者は、清掃や点検の際には事前に管理員に連絡して鍵の受け渡しが必要でした。また貸し出した鍵の返却確認が取れずに鍵を紛失してしまう可能性もあります。しかしモバカンなら管理会社様からサービス業者へスマートキーボックスのパスワードを発行・通知、作業時に無人で鍵の貸し出し・返却確認が可能となります。もちろん住民の皆さんが申請窓口サービスで利用予約した共用部の鍵も無人遠隔での受け渡しが可能になるので、利便性がアップします。また履歴から鍵の貸し出し状況を確認できるので、万が一返却されていない場合も早期に対応が可能です。モバカンは管理会社様、住民の皆さん、誰でも簡単に使えるサービスなので、マンションの暮らしと管理がより便利になり、マンションサービスの質が向上します。サービス導入には通常のインターホン設備のほかにオプション機器が必要になりますが、機器の代金や設備工事費は不要です。 LINE ミニアプリをご使用の場合はオプション機器なしでご利用いただけます。また
管理会社様への導入フォロー、住民の皆様へのサービス説明や使用説明もパナソニックがサポートいたします。導入後も24時間365日お問い合わせに対応。定期的にモバカンの利用状況もご報告いたしますので、導入後の効果もご確認いただけます。暮らしをもっと便利に、住まいをずっと快適に、それがマンション管理の IoT 化サービス、モバカンです。